ルームさんのオールナイト関西。はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで、オールナイト関西第68回目、はい、始まり。あー、68回もやってまーす。ということで、はい、さあもうこの週は、とにもかくにもライブが終わりましたという報告になりますね、そうですね、はい、それにつきます。もう本当にいろいろありがとうございました、はい、もう来ていただいた方、配信ね、いただいた方、あといろんなご意見ねいただきましてね、こうした方がいいんじゃないとかね、いろんなそういう意見もございました。はい、はい、またそれ次回にね、はい、生かしていきたいと、はい、だからこれ今回初めてですけども、次がね、はい、結構やる時がまたさらにプレッシャーのかかる2回目というのは非常に大変でございますからね。前回と比べてもっといいものになっているんだろうかっていうところの、ね、視点が加わりますので、はい、まあでもある程度は楽しんでいただけたのかなと、まあ、あのコメントとか意見をいただいてると、ね、本当ありがとうございます。本当ライブのエンディングあんな形になるとは私も感動、俺もあんな感動のエンディングもあんの俺慌ててのりくんにあのちょっと感動のあのあれなんか BGM で弾いてよって。そうなんですよ。いや、なんかちょっと面白おかしくなんかこうね笑って終わるみたいな感じで、私もなんかこうねやってたんですけども、感極まりまして、途中からちょっとうるうるきとったから半分ぐらい、最後の曲で何回か崩れかける瞬間があったんですよ。でもそのね動画をね今日見返してて2人でね、そうね、こうさんがそれね、グループ行ってしてきたねってね、全部当たっとんすよ。バレるんかよ思って。多分バレるやろ。いや、バレようにやったつもりだったんすけどね、私バレるやろ。もうこんだけ8年間ランさん見てるんですよ私。バレるでしょ。いや、もうここまで引っ掛けとるやん。うん、うん、そうです。あのね、なんか動画でなんかちょっとうるってなってる時もわかるもん。だってもう8年見てるからね。まあ、それはそれね、ちょっとなんか様子おかしいなと思ったらすぐわかりますよ。様子おかしいって、まあ、様子おかしいって、ね、だから彼氏できてもわかるし、なんとなくなんとなくね、うん、いやでも本当にね、なんかあれはこうやろうと思ってやったわけじゃなくて、本当かもう自然と出てきてしまって、うん、だからもうこうさんちょっともう慌ててなんかどういうことえ言うてね、そう、もうせっかく泣いてるから思って、ね、泣いてるからってちょっとじゃあ感動にしようと思って、もうノリ君にストリングスで、ね、あの、ね、孤独なメモリーズのコードをね、うん、コード進行をね、ノリ君がいつも結構あれ気に入ってなんかチラチラとやってることが多いんで、なんかあの MC 入れてる時にちょっとわーわーってようやってるんでね、あれをちょっとストリングスっていうその音でねやってくれ、ね、ふわーふわーってやりながらね、もうあれちょっと本当、いや私ね、もうカズさんにもう出てきて速攻号泣に来たいとかってわらわらって言ってたんで、ね、絶対泣かんとことか思っとったんですよ、絶対泣いたらあかんでとか思って、結局ね泣きましたよ最後。泣きましたよもう。ああでもこういうことができなかったですからね今までね。いやそうなんですよね、あの孤独なメモリーズのあのメロディーとやっぱり、ね、言葉って歌詞のところどころがね、うん、ちょっと自分の経験とちょっとダブって重なってっていう風な、はい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 、初めての経験をしたんですよ私、うん、なんかもう今まではねなんかこう音符当てるので必死みたいな歌い方してきたんで、うん、はいはいはい、なんかその感情だったか経験を乗せて歌うってすごいことだなと思って、うん、こんなになんかこううわーってくるもんなんやなと思ってね、ちょっとなんかこう自分でこのね動画を見返してたら、あなんかちょっと全然歌い方違うなと思いながら、うん、いやもうそれでねちょっとねあのもらい泣きしてらっしゃる方数名いらっしゃって、ね、すいません、なんか私が泣かせに行ったみたいな感じになりましたけど、でもまあね大変やったわ。大変、ね、コウさんが一番大変でした今回は、ほんまに、ね、もうだからライブのその会場前にすでにヘトヘトになっちゃったね、あれがちょっとしもたなって思ったな、ねえ、うん、もう準備やなんやから質問やなんやから全部自分で対応するじゃないですか、ね、うん、あれはちょっとなんかこう、うん、やっぱりこれからなんかこう分散というかそういう、ね、やっぱり業者さんみたいな、うん、もうそういう工業慣れてるところがあるじゃないですか、うんうんうん、そういうところをうまいことこう、ね、ね、
タッグ組んでできたらええかなって考えて、はい、もうほんまにガチでそれで動こうと思ってるんで、いやいつキャパオーバーって言うんだろうこの人はって思いながら私もちょっとドキドキしながら見てたんですけども、本当ね、うん、あのライブ前ね、コウさん珍しくそんなにね、なんて言うんですかね、たとえ忙しくても、うん、俺余裕みたいなところがあったんですけど、うん、あの日はピリピリしてて声かけんのもちょっとはばかられるぐらいやったんですよ疲れたみたいなでもみんなお昼ご飯食べててね、でそうやったらもうちょっと半分ちょっとイラってきてたんかわかんないですけど、じゃあもうこのサンドイッチだけではみたいな話言うんで、え、あのお米いりませんか、いらん、もうこれだけに俺怒ってるって思って、いや怒ってはないねんけど、あの食べたら動かれへんからめっちゃ怒ってないよ。でもなんか言い方がいつもやったら、ああ俺って言って、あの時ね仕事モード入んね、ああそうなんですね、仕事モードあれやね、怖え、仕事で上司俺に持ったらあれやで、いやいや私絶対嫌、ほんまに怖いんすよほんまに、あ、もうやばいやばい、もうやからもうやから、あ、あ、わかったわかったみたいな感じの雰囲気やったね、うん、なんかちょっと一瞬ピリついたんで空気が、だからみんなちょっと、あ、そう思われてた俺、あ、ごめん、若干気まずい空気流れました、別にそう、そんなつもりじゃないんだけど、じゃあほんまに疲れててもう、いやだからあもう変に声かけへん方がいいし、うん、いっぱい仕事してるから和気あいあいと喋ったらあかんわと思って、うん、シーンってみんなご飯食べてたそうやったごめんごめん、みんなちょっと謝ろう今度いやだってもう仕事量多いの誰が見ても分かってるんで、うん、だってね裏方の仕事もしつつ演者のこともやってんで、うん、こっちのメンバーの面倒も見てやってるんで、みんなで申し訳ないな申し訳ないなって言いながら ねスタッフの、ね、人をこう動かしながら指示出したりとかしとったじゃないですか、でやってたら今度ライブハウスのスタッフから質問来たりとか、ね、ライブハウスのスタッフも 3,4 人いてたんで、うん、その各各から質問来るんですよ ね音響さんだったりとかね、一息入れる時間がなかったね、うん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 、本来ちょっとあの会場前にちょっとゆっくり一息ついて、うんうん、ちょっと、ね、まあ、予備でギター持っていったんで、うん、それ裏でポロポロ鳴らして、うん、あのウォーミングアップしながら出ようと思ってたんですけど、うん、もうそんな時間がなくて、もう余裕がなさすぎて、うん、あら何の音だなんでこんなところに目覚ましがなぜかアラームがオンになっておりました、あの退出時間これでやってたんかもしれない なるほどね、前の人がね、あ、なるほどね、はい、まあ、そんなことありません、はい、でもね、あ、そうか、みんなそういう風に見てたんや、いやだからあの時にコウさんピリついてるからみんなバキアゲットしたあかんよみたいな、なんかこう空気があって、別にいいよ別に、うん、この話してもええし別にあの好きにしてくれたらいいですよ、逆にね何もできなくてすいませんってなんかもうすごい思っちゃって私自身ね、まあでも変にねなんか仕事してるなんかできる人のところにピッて入ったら、あ、もうええもうええってなるやろな、もうやるやるってなるって、もう俺やるからって絶対なるじゃないですか、まあ、私そういうの下手くそやからちゃんとできる、あの手伝いに来てた人はね、まあ、比較的僕の元部下なんで、動いてたでしょ、まあまあ銀行の金を下ろしに行ってこい言ってカード渡して、それであのたまたまそこのねあのライブハウスの立地が、まあ、幹線道路なんで、うん、まず横断歩道がないと、うんうん、で渡ろう思ったら歩道橋を伝っていかなあかんっていうような状況で、うんうん、もう爆走ですよね、うん、うわー走って戻ってきて、もうこの肩で生きて戻ってきましたみたいな感じなんかえそうやった私行ってきたのにとか思って、もともとね一緒に仕事してたっていうか、ね、僕が店長であの人が部下やったんです、はいはい、年上やけど部下やったんですよ、ね、そうなんで、ね、結構、うん、あのこき使うんですけど、でもちょっとかわいそうでした、あの銀行のあの下りの後が銀行の下り、ほんまこんな肩で息してもゼロゼロ言うてるんで、いやそんなやったら私行ってきたんにとか思って、行ってきたのになんで声かけんかったんですか、ええね私は仕事やからね、いやでもほらほらなんか死ぬほらかっちゃったんですよすいませんみたいな、いやあラーさんでもよかったけど、でもそあのやっぱりこう我々ってそういうとこできないでしょ、やっぱりその、はい、一応主演した人間だからさ、まだその周りに誰々がその終わってから顔もっぺん見せるってちょっとダサいじゃないですか、確かにね、そういうのもあったりとか、やっぱ一応そこはちゃんとしとかなあかんと思って、あの行ける人間って言ったらもうスタッフしかいないんですよ、まあそうですよね、だからもうしゃあないから
じゃあ合間に行こうと思ったらほんまその時間なくて、いやもう鬼ほど忙しくてあの日。いやでも なんか私準備終わるのかな、コースずっと忙しいしはるけど、うん、みたいな感じで、ね、ずっとほんで楽屋が2回1回あんねんけど、階段ドド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 してたでしょ、ずっと登ったり降りたり登ったり降りたりしてね、うん、もうあの日はもう全てに気を回さなあかん日やったから、演者としてなかなかこうね、ゆっくり落ち着いてでけへんちゅうながって、はい、これちょっとミスだなと思って、まあ、そこは改善点です、ね、でその疲れが出てしまったりとかするじゃないですか、ね、でだから次回はねこれなんかこう誰かにこうね割り振って嫌やろな俺にこう言われるっていうかこう嫌やろなこんな手伝いするのな私ちょっと一瞬垣間見た人間やったんで、いやほんま怖いと思って、そうやったらもう業者の方がええな思って、業者の方がええと思いますね、まずやったらね慣れてるし、ね、言って一言言って分かる、うんね、業者さんやったら多分分かるじゃないですか、ね、ノウハウがあるから、まあ、個人の業者さんとかでもいいですし、ね、そういう方にちょっと手伝ってもらって、うん、そういうライブの時興行しようって、ね、そういう風にちょっとしていこうかなと思って、うん、ちょっとぼちぼちも今から動いといて、うん、もうコウさんね話がね通通じゃないとダメっていうタイプの人なので、うん、一から説明大嫌いでしょ、大嫌いなんですよ分かれよって感じこれぐらいちょっと予習して頭の中入れとけよお前っていうタイプなんで、もう事情が分かってるし一緒に仕事ができないほんまにスーパーイラチやから、スーパーイラチよりイラチなんです仕事に関してはほんまに、普段はね別にあええー、ちゃーって言ってんねんけどな、そうまあいう現場に入るともうビリビリだねめっちゃ怖いしとか思ってもう私が一番苦手とする上司のタイプです、あそう別にでも怒ってないやん、怒ってはないですけど、でもなんかイラチの空気出してるじゃないですか、イライラしてて段取り悪かったらなんで段取り悪いねんっていう空気出すでしょ、うん、まあ、あの空気で怒ってる人嫌なんですよ、空気でイライラしてる人嫌なんですよ、私それ分かっちゃうんで、あそう、あなんかイライラしてるみたいなみんなそんな怖がってたらごめんごめん、なんでみんなちょっとあの私が一瞬フンってなったんで、それを見てあなんかあかんのかなフンみたいな感じみんなでねそんなになってたんですけど、まあまあでもねライブが始まればねわきあいあいとねみんなやってたんで、まあね、いやね、もうそれぐらい大変やったんですね、いや本当にね頭がもう上がりませんわその働きぶりを見て、やっぱりね普通にそのライブハウスのイベントでライブに出るっていうのとまたこれ事情がちゃうじゃないですか、ね、え一から作り上げなあかんのにね、うん、で普通のライブハウスで単にイベントに出るだけで、うん、ライブハウスが全部やってくれるとかって楽なんですけども、うん、今回ってその自分たちで企画して、ねね、自分たちでこういう風にしようぜっていうのを、はいやってるんで、スケジュールとかも、ね、チケットを作って配送だったりとか配信チケットのそのね、うん、販売する段取りだったりとかね、前列が違うチケットやから、そこは別でっていうふうにやったりとか、ね、そういろんなで、あと検温せなあかんか検温用意してんで、うんうん、スタッフの人に検温してねとか、うん、スタッフの人の段取りもこういう段取りにしないとって、ね、だから知らない人やから、ね、流れを知ってる人やったらもう、はい、もうこうしますみたいな感じでできるんですよね、まあ、今回初めてっていうのがあったんで、これはね何回か雇ったら別にあれなんですけど、初めてってやっぱりいろいろね大変ですよ、勝手が分かってない分ね、うん、やっぱりこうやってみて壁にぶち当たって、あここがちょっと足りひんかったなっていうところがいっぱい出てくるんで、そうしゃあないっすよねそこはね、だから他の動画でも言ってるんですけど、インディーズバンドの方これ真似したらダメです、あかんですわ、潰れますよ、ええ、これ僕のこの今一応その仕事のスキルが昔からあったから、うん、なんとかそれで成り立ってるけど、ね、誰かにその興行は頼んだ方がいいしんどい、うん、頼んだ方が絶対いい、こんなことで高いの、ええ、うん、だからまあ高三だったからこそプラス演者もなんとかこなせたっていう感じだったんで、そうもうほんまになんとかですよ、本当ね、なんか後半部分がもうヘロヘロ感がなんかもう伝わってきて、あかんこれは私が頑張らなあかんと思って、最後の曲で私が泣き崩れるみたいなところでお前しっかりせえ話でほんまにもうすいません、だから当日家帰れたのが4時半ぐらいですからね、朝です、もう朝帰りになっちゃったんですよ、全員送ってなんやかんや見て、結局ね、でもあの日ね、まあ、やっぱり差し入れをね、うん、結構いただいたので、ありがたいこと、そうそうそう、本当にありがとうございます、差し入れいただいた方ね、あれのもう開封動画撮りだって私が言っちゃったんですよ、そう、もう開封動画撮りましょう、絶対撮りましょう、せっかくもらったやしって言って、もう場所がね、もうとりあえず公園っぽいとこ行こう言って、うん、で神戸のね、うん、ハーバーランド付近で、うん、チャッと撮って、で今から飯やっていう時にもうほぼほぼ11時近くやったんで、そう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 
あのまずあのりくんアウトっすって。で結局飯食うてたら全員終電なくなったから、ね、終電なくなっちゃって、まあ、これもね車で回ってもらってそうなんですよ。で私はねあの同じ県内の人間なんで、まあ、とりあえずも途中で落としてもらって、うん、まあでも ね、お手伝い頑張ってもらったんでね、あれはほんまに。いやちゃんとしときますわ、また。はい、もう、こき使いましてすいません。あのスタッフの方、めちゃくちゃねぎらってください。もう、あんな日大変やったと思うんで、一人で全部やって。二人ぐらいいてたらね、うん、もうちょっとマシなんですけど。本来もう一人欲しかったんですけど、ね、なかなか都合がね、合う人がいなくてっていうのがあって、うん、まあ、そんな感じでね、まあ、大変なライブでした。で、そのちょっとね、うん、これからその、はい、メイキング映像を、はい、今日は。そうですよ。ちょっと、ほんで、ライブの一部。ね、一部のちょっとカットカット、はい、ほんの切れ切れですけど、はい、うんうんうん、ね、一応その配信で買われてる方とか DVD 買われてる方いるんで、はい、ここではちょっとほんのちょっと紹介っていう、まあ、あの雰囲気をね、雰囲気とかちょっと、はい、まあ、今回は都合がつかず見れなかったっていう方でもね、うん、あのちょっと一緒に共有できればなと、そうですね、思いますので、はい、ちょっとそれを今からスタートします、はいはい、では VTR スタート。
バンドの時で変える。はい。はい。とりあえずはコースティングこれで。はい。OK です。はい。はい。じゃあ。めっちゃ考えた。すげえ。隙間が隙間から。隙間から。さ、じゃあちょっともうじゃあささっといきましょう。はい。ご飯中ですわ。リハっていうか練習っていうか、うん、とりあえず一通りやりましたね。はい、やりましたね。一通りやった。一通り。あ、でもまだあるわ。あのアコースティックはまだ残ってますね。ちょっと3人でアコースティックやって。はい、ウェップウェップいいならやりますね。うん、で、あと気になるとこあったらやる感じで。バズる。なんかやっときたやつとかあったら言ってね、後で。うん、はい。歌詞大丈夫覚えた？でもこれ緊張が入ったらどうなるかっていうところがもう私想像つかへんくて。見といた方がいいで、うん、それはね、あのカンニング用紙一応置いといた方がいいで。いやもうそうしようと思って、うん、もうほんと久々すぎて絶対口から心臓出てくるぐらい緊張すると思うんですよ。すいません、口から心臓が出てきたら誰かを受け止めてくださいよ。おいえー言うて。まあ、いいよいいよでございますんで。いやもう怖い怖い。昨日寝れんかったんですよ、あんまり。でよーでやったんですけど。俺昨日初めてあのドリエルっていうやつ飲んで寝た。マジっすか。寝れました。あれ意外と効くよね。嘘。あんなん気休めやろ思った。気休めじゃなかった。俺は効いたよ。へえ。夜型やから早めに寝なと思って寝られへんから、俺なかなか寝つき悪いからさ最近、うん、だからもう、はい、一回ちょっと試してみようって買いに行って。試してみよう。どうしよう、昨日動悸がして寝れんかったんですよ。ドッ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 。どうしよう寝れんの思って。11時に布団入ったのに。バンドって大変よね、ほんと。熱がやっぱ違うと思いますよ。今はあれでね、ずっとやってきて無理やりって手拍子を要求するって、お頼み申すみたいな感じで言って、皆さんどないですかみたいな、しゃあないな今でもみんなしてくれるっていう感じが。そう、確かに場所によってあったかいとことそうでないところっていうので、ちょっとその賭けぬ感じがあったもんね。だからもう MC の時にちょっとなんかこうちょっと投げてみて反応が返ってきて、よしちょっと行こうみたいな感じなんですけど、ね、だからそうそうそう、確認しながらやんないといけないそう、やらないと手探りどこまで行きますあのこっちっていうのがね、あるんで。今回はもうやりたいことやったら多分ついてきてくれるみたいな。まあもう本番は弾けてくださいもう、はい、あネジ飛ばしていきます。ノリで、はい、Aマイナー G Aマイナー G が E でどん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 、あ
っちでもいけるけど、やるやつと C から始まる C Dマイナー行くやつか、 F F っていうやつ。だから8小節マッシュでいいと。そうそうそう。あ、なるほど。あ、かな。ちょっとちゃうねんな、あれ。うん、それか、うん、あれなんかタンタンタラララーンってなんかあって、あの、あ、ありましたね。あれにしててもいいけどね。あれやったら全部合うと思う。キーボード入ってるか。だってコード俺が鳴らしてるから、コードで合わせても。なんかあんまり、まあ、メロディー入ってる方がいいですよね。そうですね。チャンチャンチャララチャンだけなんか時々。あ、そう。それでええかもしれない。一回後でやってみる。ええ塩梅で時々入れて。はい、ランさん準備完了しました。しました。もうなんか緊張です。緊張っすね。緊張です。こんだけ、はい、こんだけお客さん来るんですよ、これ。胃がね、軽くちょっと誰かに握られてる状態で今日。反射してるけど、客席がこんな感じで今用意されまして。こんなに人来ることってなかったですね。我々が見たいっていうのでね。そうですね。ね。今までなかなかこういうことなかったで、感慨深いですよね。配信も一眼二つと。ええ。で向こうに 4K カメラが1個、はい、まあ、4K では配信しないですけども、フル HD です。もうね、なぜどうしよう、心臓が口から出てきた、誰かを受け止めてください、こうやってほんまにほんまになんかブーンって音だったけど、またやるのみですから、ね、やるのみです。こんな感じです。ステージもこうもできました。ビューム3、はい、いや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 、さあ、あと1時間ぐらいで始まる。はい、頑張りましょう。頑張ります。はい。さあ、ランスさん、あと。そうなんや。8時間。はい。あと1時間。あと1時間です。コウさんとお揃いです、今日は。うん。あ、でも色味若干違うんですね。色味ちゃうんですよ。そう、私がちょっとあの、何ですかね、うん、暖色系とかオレンジ系ですね。なるほど。青みの赤で、暖色の赤で、そう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 、はい、どんだけ長いと思うかぶりよ。まあ、別にね、これね、あの同じ色着ましょうねって、そんなの全くないんですよ、うん、たまたま今日衣装なんだみたいな感じで、そうそうそう、あ、赤いやつ持ってきましたって、俺も赤いしいう話になってね。もう多分皆さんこっち もうすぐ向かってる人おるよね。もういや、もういてはると思いますよ。三宮から、ええ、こっち向かってる人おると思うんで、はい、ちょっと緊張でございますけどもね。ちゃんとできるかな、ね、胃が軽く掴まれてます、誰かに今、うん、って頑張りましょう。頑張りましょう。はい、とちらんように、はい、はい。
ようこそお越しいただきましたルミさんでございます。ありがとうございます。それをランさんに言ったから、この人がこの歌詞は刻まれたっていうところはキャベツのことかなとか。そう、キャベツ刻んだことを。そんなことあるわけないな。食べながらやったのか。だって作った時期がそのね、ね、食堂で働いてる時と変わってるって言ってるんで、だから刻まれたっていう単語はキャベツをっていうところからって言ったらもうね、皆さんがこの曲のね、刻まれたっていうたんびにこの絵文字でキャベツとかね。最近はね、そのライブ配信と、まあ、エンディングでこう、ね、あの週末にプレミア公開っていうね、あのチャットができるものとか出してるんですけども、そのエンディングになるとみんながキャベツキャベツキャベツ、キャベツのね、連続でキャベツ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 ってね、まあね、でもね、そうやっていじってもらえるっていうのはね、ありがたい話です。そうですよ、ね、我々何にもなかったですから。そうですよ、本当にね。このはい、インディーズバンドルームさんのリーダーコート、ちょっと噛んだ、ボーカルのランです。こんにちは、こんばんは。おはようございます。ね、ここにあの放送されたままのリーダーコートいただきまして、あとトイレ行ってね、あのお着替えしていただきましてね、あの私たちもお色ナイスしますんでね、はい、あの、はい、おそろここここで。いや、そんなこんなでやっとね、こういう機会が出たというのは本当にありがたいですよ。そうですね、たかが1万5千人の YouTuber ですよ、はい、でもなんかこんなことができるんやなっていうのは本当に良、はい、かったなと思ってますしね。いや、そうですよ、うん、もうランさんがさっきからもう覚醒しまくってて、ね、アドレナリンがすごすぎて、うん、なんかもう目ん玉ひんむいてる状態なんですけど、ずっとさっきでもちょっと孤独なメモリーで泣きそうなこと、そう、始まる前にちょっとうろってきたんですよね。はい、でもね、バンドとしてはね、その今 YouTube でこうできたからいいんですけども、それまではすごい苦労っていうかね。あ、そうですね、恥ずかしい思いいっぱいしましたよね。はい、いっぱいしました、うん、なんていうんですかね、本当に自分たちのファンっていうのがほぼほぼいない状態でずっと、うん、5年 ?6 年ぐらいやってましたよね、うん、で、うん、まあ基本お客さんがいてる現場に私たちが飛び込んで、はい、あのライブするっていう環境下でずっとやってきてたので、うん、本当に目線冷たいんですよ。98% ぐらいの人がお前ら誰やねんっていう感じの、あの目線を飛ばしてくるので、うん、そうそうそう、めちゃくちゃ痛いんですよね、視線が、あたみたいな、うん、なんでその中でなんか喋ったりとか歌わなきゃいけないので、まずね声が震えるんですよね、もう手も震えるし、こんなんなってなんでまともに歌えないっていうのがあったんですけど、今日どうなるかなと思って心配だったんですけど、もうこのね、先ほど MC でも言いました、目線が温かいんでね、やっぱりこう皆様に後ろ押されてやっぱり私歌わせていただいてるなっていう感じがすごい、なんかこう、ね、感極まりすぎて孤独なメモリーズ歌う前にちょっと泣きそうになるっていう感じになってたんですけれども、はい、考えてたんですよ、裏でどうやって出るって言ってどうやって出ていこうかなって考えて、ね、
お前ら行くぞー言うて誰もついてきてくれんかったらどないすんのよ話なんて、どっちにしようかなと思って、普通にあの普通にはーって出てきましたけどそんな感じで出てきましたけどね、はい。
りました。もうこうやって無事にね、人も集まってライブが終わってっていうのがもう本当に私はもう夢だったんですね。もう一つ、まあ、人から見たら小さな夢かもしれませんけれども、私にとっては本当にね、今の段階の私にとっては大きな夢だったんで、一つもね大きなこと達成したことのない人間からしたらすごくね今日は、まあ、事故かもしれませんけれども達成感がねありまして、こうやって楽しんで見ていただけて、皆様のね気持ちっていうのはすごくステージ上でもやっぱりこう伝わってきましたので、それが感極まってね、最後もうちょっと崩れましたけれども、ちょっと泣いてしまいまして、すみません。よかったね、泣いてよかった。本当に泣いてよかった。本当にもうなんかね、出だしから泣いたらダメとか、最後まで頑張ろう、こらえよこらえよとか思って、もうね、歌って最初がちょっと時になって飲んでるところがあったんですけど、もう最後の今までのそのね、このランさんの人生っていうのはですね、そのまあ音楽やってたんですけども、もう本当にこう、まあ、あんまり良くない先輩にね、ちょっとつるむようになっちゃって、でそこで本当にね、苦労してたんですよね、そこはね。もうずっと、お前は歌が下手くそだとか、ね、音楽何も分かってないとか、いろいろね、まあ悪いこといっぱい言われました、でやっぱりコモさんと出会ったことでね、いろいろ大変なことありましたよ。もうね、歌詞もちゃんと覚えてないのにもう人前にポンって掘り出されて歌えみたいな感じでやられたこともいっぱいありましたけれども、今となってはね、本当にもう全部がつながってるなと、今日に、だから感謝っていう言葉では言い尽くせないぐらいいろんなものをね、コモさん私に教えてくれたりとか与えてくれてるなっていうふうに思ったので、今日はねこのライブで自分のその歌っていう形でね、少しは皆様だったりとかコウさんにも返せたら、でこの後ろのメンバーたちにも返せたらと思って、今日は必死で頑張りました。至らぬ点あったと思います。ただ私のこの気持ちを皆様受け取って帰っていただければなと思いますね。最後ちょっと熱苦しい感じになりましたけれども、やっぱりその感謝の気持ちっていうのをね直接伝えたいなと思って、今日は朝からね臨んでおりまして、何を伝えようと思って昨日考えに考えたら寝れなくて、そう昨日一睡もしてない、全然寝れてないんですよ。心拍数が上がってね、もう皆さんと会えると思って嬉しい反面、やっぱり恐怖もあるわけなんですよ。もうだからこれ失敗したらどないしよう、失敗したらどないしようとか思いながらね、もう今日のねその失敗したらどないしようって思いが意図でめちゃくちゃ現れたんですけれども、やっぱりね皆様がこうやって温かい目でずっと見ていただいてるっていうのがすごく伝わってきたので、本当にリラックスして今日はできました。今まで人前で歌ってきた中で一番楽しかったですし、一番リラックスできましたし、皆さんのおかげで一番が出ました。本当に皆様のおかげで私たちのチャンネルは成り立ってるんだなと、本当に今日はね実感しまして、もうすごいすごい感極まって、また泣きそうになったまあちょっとね今日のステージも時間があれば残り終わりますけれども、はい、まあ、そんなこんなで、はい、本日はこれを開きにしたいと思います。はいはい、皆さん本当ありがとうございました。どうもありがとうございました。そんなこんなで、紹介を最後に。すみません、順番間違えました。
じゃあ、あの、ね、ハンマーで入れると、僕らが縛られる。はい、ではエンディングでございます。エンボタケナワベノ様お疲れ様でした。てなわけで今日はライブの特集ということでございましたけどもね、はい、はい、あのね、あ、そうそうそう、スマホはい、何でしょう、皆さんどっか行かれたら送ってくださいねっていうのを。そうです、あのライブの時にね、はい、あのコウさんが MC で言いました。で写真もいろいろあるんですけど、はい、集合写真とか撮ったんですけど、はい、それも送っていただいたんですけども、はい、集合写真はさすがに皆さんの顔が出てるんで、まあ、そうですね、載せれないということがありまして、はいはい、これね、原口さんですかね、お姫路城に翌日だから、この撮影してる今日ですね。そうですね、姫路城行きましたっていう、姫路城と、姫路城めっちゃ綺麗かったでしょ。駅そば、はい、かの有名な駅そばですよ。はい、姫路城ね、ほんまにね、真っ白なんですよ、あの城めっちゃ綺麗くて、うん、やっぱ世界遺産って言われるだけあるなっていう感じですよ ね。あとね、集合写真もいただいたんですよね。あ、でもね、このなんていうんですか、ね、あ、これちっちゃいからもうここ、はい、これまあまあお見送りの時のね写真ですね。これ我々の写真ですけども、はい、あとまあこれちっちゃく、まあ、集合写真も一応こういう感じでいただきました、はいはい、あのライブハウス前でみんなで撮らせていただきまして、はい、なんかもう感慨深いですよね、こういう集合写真見るとね。でこう、はい、はい、そうです、我々、はい、私のコウさんでございます、ね、いただいたりとか、はい、はい、またあの、でも今回あの、はい、ライブ前に撮ったあの、あ、アーシャ言うんですか、あれ、はい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 、写真、あのあメンバーのね、ここちょっとじゃあ貼っていきましょう、はい、結構ね、珍しくかっこよく撮れたんですよ。かっこよく撮れたね、あれかっこよく撮れたんですよ、珍しく。でもコウさんと色かぶってますけど、うん、同じ赤みたいな。はい、ちょっと中の時使いましょうよ、中の時使いましょう。でもね、コウさんちょっとそれ見た時にね、パッとポソって言った言葉が、いやもう男やんこれそう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 、ひどいと思ってね。で、まあまあいろんな写真送っていただいたんでありがたいんですけど ね、嬉しいですね、はい、ただちょっとね、あの皆さんが、うん、写ってるのはちょっとね、まあさすがにね、あのバンって出すわけにはいかないっていうのがあるんで、でも本当ね、あのなんだろう、まあ、ライブ終わった後にご挨拶しますんでっていうので、まあ、一部ねやっぱりこう終電の関係でパパって行かれた方もいらっしゃったんですけど、ほぼほぼ全員の方残っていただきまして、一人一人ね挨拶して回って、なんか感慨深かったです。じゃあ、あのね、最後一人ずつ挨拶しに行ったんですよ、はい、一応ハンドルネーム教えてもらってっていうの、はい、うん、僕らもその、ね、なかなかこう一気にわからないっていうのが、うん、まあまあそうですよね。で、はい、どなたがどなたやろうかみたいになったんで、ね、もうあれアドリブですもん、もう一人ずつ。あ、そうなんですね。そう、アドリブ考えてないんですよ。あ、考えてたんやと思ってた。いや、みんな座って動かへんから、じゃあこっちから行くわってこっちから行きますが、こっちが行くがな、こっちから行くがなということで、あの一人一人その座ってらしたんで、うんうん、もう全員に挨拶して、はいはいはい、まあ、残ってる方全員にね、うん、挨拶しました。いや、でも中にはね、そのまあ普段ルームメイトっていう形でこういったその、まあ、プレミア公開のチャットに参加したりだったりとかっていう人が、はい、まあまあ、 あの大半だったんですけど、一部、いや、あのコメントとかはしたことないんですけど、あ、そう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 、あのずっとは見てますと。あれ3人3組ぐらい言ってたんちゃうかな。はい、そうです、そうです、ね、はい、3組ほど、はい、あのまあ、動画やっぱり面白いなと思ってて、で一番最近の方でゲットワイルドの動画から来ましたとTMN、 おおとか思って、でやっぱりなんかそのまあコウさんとね同世代の方やっていうふうにおっしゃってたので、うん、なんかもうそれで面白いなと思って見てたんですけど、はい、まあ、どんなんかなと思って今日来たんですが、やっぱりあのまあその語ってる内容もいつも面白いなと思うんですけど、うん、やっぱり生で見ると、まあ
この人自身がすごく、うん、あの魅力的だなっていうふうに思って僕見てましたっていうふうに言ったって、いやと思って、うん、嬉しいわと思って嬉しい、ねね、なんかねそういろいろそう言っていただいて、うん、なんかでも最後良かったですね、みんなあれずっと回れて ね、 そうですね、ちょっとその方の、うん、まあ、時間短いですけども、はい、どういう経緯なのかとか、うん、なんかちょこっと聞けましたもんね、そういうのって普段伝わらない、伝わってこない時があるん で、はい、まあ、それをちょこっと聞けたのが嬉しかったなとか思いながら、本当にね、うん、なんかもうね、あの どなたかはちょっとあ、実は性別ちゃう方やったねみたいな方もいらっしゃいましたあーちゃ、すいませんみたいなあのハンドルネームだけで想像せなあかんやん、我々って、そうそうです、勝手に性別を判断してて、なんかこう実際だったらおーみたいな方もいらっしゃったんでね、なんかすごいなんか感慨深いと言いますか、あ、いつもなんかこうチャットでしていただいてる方ってこういうお顔されていてこういうお人柄なんだなっていうのをね、実際喋ってなんかこうしみじみと来てね、まあ、なんかね、今度もやろう、次やった時も、ね、ライブやった時は、ね、会って席回りましょう、回りましょう、最後に、ええ、あれいいですよ、思ったんですけど、うん、名札制度作らんとダメですね、そうですね、あの、まあ、はい、希望者の方だけ で、はい、ですけど、でいいです、マジックとほらあの、はい、スタジオのパスみたいな剥がれるやつあるやん、シールのやつ、あれを買っといて、ね、自分のハンドルネームに、ね、どうぞ、ほんまになんかあの学校やんいや、ええんですよ、ええ、ルームメイトじゃなくて今度クラスメイトになってますねクラスメイトね、クラスメイトですね、それねでもいいじゃないですか、そういう形でね、でもほんまにクラスメイトみたいな感じのなんか同窓会的な雰囲気やったんですよね、あれ、なんかやっぱりみんなそのコメント上で知ってるからっていうのもあって、うん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 、これ面白い現象やなと思って普通ライブ見に行ったらみんな知らんもん同士やねんけど、いや顔は知らんねんけどあの文字で知ってるよねっていう顔見知りならどなたですか、どなたですかみたいな、なんかほんで女性方のコミュニケーション能力がすごいですねっていうあのコメントもあったんで、いや本当にそれは思いましたよそれもでもありがたいです、コミュニケーションしていただけるとそのなんかそこだけでも盛り上がるじゃないですか、ね、うん、ちょっと待ってる間とかでもね、いやそれはありがたいなと思いました、いや本当ね、皆様ね、あの常識あるすごい素敵な方々だなと思いまして、うんうん、もうなんかね、あの思ってた通りの雰囲気の方々ばっかりで、うんうん、ね、いやもうすごいね、みんなちゃんとしてた、そうちゃんとしてます、なんかちゃんとしましたよ ね、なんかそれなりの風格のある方が多かったな、なんか見栄えがいい方が多い、ね、嬉しいな、きっちりされてる方ばっかりでね、なんかよれってしてる人を一人もいなかったですよれってしてる感じがね、まあ、ありがたかったですね、いやほんとね、なんかこう夢のような時間だったなと思いながら、だから、はい、昨日のことだけが、うん、あの現実として起こってるっていう風な認識じゃないんですよ、私の脳みその中ではまだまだ、はい、だから今日動画見ててなんか他人事ですよね、あ、こんなことあったんや、へーみたいな、そこにおるの自分じゃないような気がしてね、みたいな感じで見てて、そんな感じでなんとか初のワンマンライブは終了することができました、なんとかかんとかですよ、はい、でもこれのね、ちょっといろんな、はい、どうって改善点をまた次に、はい、2回目に行かせたらと思います、ね、はいはい、ということで、オールナイト関西第68回、はい、これにて終了いたします、はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方と、来週金曜日夜の11時23時にお会いいたしましょうということで、はい、今週もお疲れ様でした、お疲れ様でした、来週も見てよ、ありがとうございます、闇
寒い